あ、これは前世の姿です。誠相手に前世の姿を出してきました。あえてこう言いましょう、ザビゴキです。前世が出てまいりました。イカマジンだのダットリーマンだののたまっておりますが、かつてはこの男、この姿で残空、バイブルという名の残空を振りまいておりました。今日はどうでしょう、誰なんだ。誰なんだは面白いな。ザドマコだとしんどいのか、ゴーキの方がいいのか。まあでもね、マニアックスっていう状況のこのルールだとね、要するにこういうこの展開を作れるのはいいよね。やっぱりね、メインクラスが2キャラ持ってて状況に応じて出せるわ。今はね、大会的にはまあマニアックスが一番多分活かせる大会になるのかな。やっぱりシンタとか西川とか、まあザビもこうやってね、ダドあのゴーキそうですけど、ちょっとずるいなって思いますなんて言ってたら、着地に中盤チェスト正中線、そもそも仕上がってんな、マジか。ザク膝あ前空陣綺麗に避けて剣が刺さる、わかんないよこれ。あ竜巻、なるほど、前捨てには竜巻。おお中足を大剣でかわして、ああこれは運が悪い、裏行っちゃった。弱突なんか激しいよね。さあ滅破でこっから表裏どうすんの、スライディング、なるほど、投げて、ああー今さすがに無理か、正中では多分死んでない、さすがにな、3ヒットしてたからな。あこれかわすんじゃない、ああかすあたり珍しい。だーしゃがみなので竜巻入らず、マコ号機なのでね、わからんよこれは。あこれは潰れる、前捨て、なるほど、大勝利ー。